皆さん、こんにちは。静岡県浜松市在住、旅行大好き、アクティブ系ライターの旅プロカモちゃんです。今日は JAL 修行の5本目ということで、羽田空港から青森空港へ行った時の話をしてみたいと思います。で、まあ、もう一つのテーマとしては、青春18切符を使って、本州最北端の駅、 民間屋駅まで行ってきたということで話をしてみたいと思っています。はい。えー、この日は2019年の3月3日になります。ちょうどおひなさまですね。で、えー、この日、前の日は、えー、と東京へ泊まりまして、錦糸町に泊まってますで。そこから出発ということになっていきまして、まずは羽田空港まで、 で、まあ移動ということで。で、接種に18切符を持っていますので、まあなるべく JR を多く使っていこうと。で、まあそこからの運賃を安くしようという、まあそんな感じで動いていきました。ということで、えー、そう、これは総武線の快速ですね。6時7分発のですけども、で、こちらに乗って、 えっと、どうしたかな乗り継ぎしたかはちょっともう定かじゃないですけども、まあ品川まで行きまして、京浜急行で、羽田空港までまず移動していきます。で、ここから青森空港行きの、まあ JAL 便に乗っていくという感じです。青森空港までは1日何本かなまあそこそこ本数が飛んでいますので、で、結構使う人は多いかなと思います。 まあ、あの、東北、北海道新幹線ができまして、で、まあ、北海道新幹線は関係ないんですけども、東北新幹線が新青森まで伸びまして、最短ですと、東京から新青森まで3時間切るぐらいで行くこともできるようになりました。で、青森空港については、まあ、青森市外からまあバスでやっぱ30分そこそこかかるような、 場所にありますのでトータルで行きますとまあ、秋田と同じような感じで意外に時間は新幹線早いんですよねということでまあ、結構いい勝負にはなっているかなと思いますですのでこの時も割引切符を使って行けましたのでそこそこ安かったかなというそんな記憶がありますで、この日は天気もよく よかったのかなちょうど東北方面の方は天気が良くなりまして、車窓からの眺めが非常に良かったです。えっ、ー、と、こちらは稲わしろ港、ちょうど通ったあたりですけども、このあたりまで、まあ、曇ってはいたんですけども、ちょうどここら辺から雲が切れ始めまして、えっ、ー、と、これはバンダイさ山をほぼ真上から見たような感じになります。 こういう感じで、えっ、ー、と、雪景色した山を見ることができました。で、これでしばらく飛んでいきますと、これ秋田県の方に入りましたけども、多分これ鳥海山だと思うんですけども、え本当に一面に雪をかぶって、雲もほとんどないような姿を見ることができました。まあ、結構、この山というのは、 山頂付近に雪をかぶっていることが多いんですけども、うん、こういう姿を見ることができたのはかなりラッキーだったかなというふうに思います。で、もうしばらく飛んでいきますと、えっ、ー、と、こちらは岩木山ですね。の岩木山の山がちょっと見えてきましたので、しばらくこれを撮っていきます。 えっと、ちなみにこの時はもう JAL のただの、本当にただの会員ということですので、座席指定をするにも、まあ、窓側の方を選ぶ、事前に選べましたので、それ、窓側を選んでいったんですけども、まあ前方ではなくてかなり後方の座席、まあ、なるべくこの翼のないところを選んではいきますけども、そうなるともう一番後ろとか、 出るときに遅くなっちゃうんですけども、そういうところを取っていきました。ただ、このあたりのときはですね、あの、車窓のどっち側にどの山が見えるかとか、そこまではまだ意識してなかったと思います。これはもうだいぶ岩木さんが近づいてきた頃合いの場所からです。本当にこの山はあの風格がありますね。えー まあ山頂付近がすごく急な感じになっているということで、まあ集宝と呼ばれているそんな山だなと思っています。これは遠目の方から撮ってみましたけども、に迫力が感じられますね。青森空港は本当に山の中にありますので、 えー、まあ、空港が近づいてくるとこんな感じで何にもないようなところを飛ぶようになっていきます。着陸近い頃になりますと、ちょっと山の、あの、ふもとのあたりがなんかもやのような感じに隠れてきたので、より山岩木山の姿というのがすごい高いところにあるなというのを感じさせます。 で、まあ、無事、青森空港に着陸をしました。空港のところは本当に何にも雪がありませんので、まあ、この時期にしてはちょうど雪が少ない、いいタイミングに来れたかなというふうに思っています。で、えー、っと、ここを到着しまして、確か荷物は受け取るほどの量はなかったので、 えー、多分そのまま手荷物、持た、手荷物なしでしたので、そのまま移動してきました。で、青森駅行きのバスに乗っていきます。えー、空港から出るバスというのは青森駅方面のみだったかな新青森の駅には実は立ち寄らなかったかなと思いますので、一旦青森の駅まで出る必要が出てきます。で、これ見てわかる通り JR のバスです。 j r のバスだというふうに分かるのは、新幹線のはやぶさ号もこんな感じで、上がまあライトグリーンで、真ん中にピンク色の帯が入っていると。そんな車両ですので、それと同じような色合いになっています。で、青森空港を後に青森駅に向かいます。 はい、こちら青森駅に到着をして、一旦時間の方がありますので、あの、大羽本線の普通列車に少し乗ってみようかと思っているところです。後ろのところの吊り橋が、あ青森だなというのを感じさせてくれます。と、これは三つ目なんか四つ目ぐらいの津軽新城だったかなその駅まで行った時の様子です。 この辺りのところは701系と呼ばれる電車が走っています。この電車はロングシートの車両になりますので、まあ、当初、出てきた当初は、あの、全然旅情も何にもないじゃないかと非常に評価の悪かった車両ではありますけども、まあ、スピードも結構出ますので、 まあ最近になってから自分も最初は嫌いだったんですけども、最近はちょっと見直ししている、そんな感じの電車です。津軽新城じゃなくて鶴ヶ坂ですね。ここの駅まで行って、えー、その後数分後の折り返しの電車に乗ってきました。で、折り返しも同じ701系の電車に乗って、 で、再び青森駅まで戻ってきました。で、今度は津軽線の蟹田まで行く、同じようにやっぱ701系の電車に乗っていきます。まあ、このあたりができるというのも実は青春18切符の強みということで、まあ、朝、えぇ、ー、緊で青春18切符の反抗してもらいまして、で、それをそのまま、あの、使うことができるということで、非常に 大きいです。で、青森の駅ではこういう駅弁を買いました。で、この新聞がよくよく見ると、あの、ちゃんと、この弁当を作ったところが、まあ、包み紙的に使っているもので、まあ、新聞自体は、ですので、自分のところの宣伝というようになっています。 まあ昔の駅弁というのはこういう感じで新聞にくるまれているなんていうこともありましたので、まあそういったところも、あの、旅情を感じさせる、そんな作りになっているのかなと思います。で、青森のお米っていうと、この青天の霹靂って、まあこれ左下のところに緑色でありますけども、これが意外に有名になっているんですよね。 まあ皆さんもスーパーで見たことがあるかもしれないです。で、この肉、魚、魚弁と、えっ、ー、と、津軽弁ですね、もろに。まあ青森と北海道道南のうまさをうまく混ぜ合わせているという、そんな作りだそうです。で津軽線は東、えっ、ー、と、車窓で行くと右側の方に、まあ、えっ、ー、と、これは何だ 海かな海を見て、六番を見ていきまして、で、左側がまあ津軽平野ということです。で、まあ、その先、奥の方には、北海道新幹線の効果が見られるようになっています。で、えっ、ー、と、これはもうカニタに到着してからですね。で、カニタに到着しますと、えー、と反対側に、この普通列車、ディーゼルカーですけども、 もうかなり古いタイプのディゼルカーが2両編成で止まっていました、まあ津軽線のこの蟹田から蟹田までは電車なんですけども蟹田から佐々木の終点の三マヤまでは本当に超換算区間と言われるようなところですので1両かなと思ってたんですけどもどうやら性能的に2両編成が必要らしいということで2両だそうです。 で、乗る中はもうかなり青春18切符で移動する方が多かったです。というのもやっぱり1日に5往復かそのぐらいかなしか走らないようなところですので、まあそういった面でも人気があるのかなというふうに思います。まあ青春18切符を持っている人が結構乗ったとはいえ2両編成ということですので車両の中は十分余裕があります。 まあ、一つのボックス四人ボックス席を一人で占領することができるぐらいな感じでありました。そすで、まあ、こんな並びで写真を撮ることもできました。まあ、ちなみに、この右側のキハ四48かな ?40 か48なんですけども、こちらの方も、この3月12日のまでですね、13日のダイヤ改正でいよいよ、 新しい、えー、機動車の方に置き換えということになるそうです。はい。これは津が、カニタの駅のところにあった、えー、木のモニュメントですね。はい。で、これで走り出しますと、しばらく行くと中尾国というところに止まります。 で、これ実際はこの中尾国の先に信号所がありまして、で、そこから JR 北海道へ、まあ場所は、えー、と、JR 東日本と北海道の境界線ということになります。以前、北海道新幹線が走るまでは、ここのところを、まあ、な、えー、と、昔でいくと、快速の海峡号とか特急初刈り号。で、しばらくしてからは特急白鳥号かな。 というのが通って、えー、青森と函館を結んでいました。まあもちろん、あの、寝台特急の北斗星とか、カシオペア、あと、トワイライトエクスプレスかな。そうだね。えー、と、いったものについては、ここを通っていました。で、ここで分かれて、えー、そのまま津軽線で民間屋に行くのと、津軽海峡線ということで、 函館方面を目指すというところと分岐していくわけです。ということで、え空いてきましたのでえ、ご飯をいただいていきます。と、下の方が、えっ、ー、と、これ津軽牛かなんかかなで、上の方が多分ニシンかなんかだと思うんですけども、まあそういう感じで、うまく本州と北海道をうまく分けたお弁当になっています。 そしてこれが信号所のところで分かれていった場所になります。これ上の方が高架ということで、これは新幹線かな。あ、違うか、海峡線かな。になります。で、えっ、ー、と、こちらが津軽二股駅のあたりですね。 で、上のところが、あの、奥津軽今別駅という北海道新幹線の駅になっています。で、もうここを過ぎますと、本当に山の中に入っていきまして、確か次の駅までがかなり長かったという記憶もあります。で、えー、海の方がだんだん近づいてきて、 で、まあ、ほとんど人、乗り降りする人はもうほとんどいないですね。そういう状況の中で終点のミンマヤに到着をしていきます。これは列車の後ろの方から撮った映像になります。で、終点のミンマヤに到着という感じです。まあ、こんな感じで、えっ、ー、と、これはもう一番先っぽのところかな。こっちが先っぽですね。 まあ何人かの人が降りていきます。まあ大体の人はこのまま折り返しでこの列車。この列車は折り返して青森まで行くようになっています。まあ駅舎は非常に古い感じですので、えー、立派なまあ看板が出ていました。列車の本数はこの通りで、えっ、ー、と、5本しかありません。 で、朝一番の列車は当然、青森から乗ることができないので、まあ、四本しか実質的には、青春茶スキップでは、一日では乗れませんよという、そんな感じなんですね。はい。で、ここは、まあ、津軽半島最北端の駅ということになります。 で、ここから先なんですけども、三間駅からバスも出ています。えっ、ー、と、タッピーまで、なんで、えっ、ー、と、あの、津軽海峡、冬景色で出てきたタッピ岬まで行くバスも出ています。で、あとはこの途中に青函トンネルの、の記念館というのもあります。ただ、ゴールデンウィーク始まるぐらいまでは、あの、休館になるんで、なっているので、この時期は確か行けないんですけども、 まあそういうところにも連絡をしていますので、まあ、ゴールデンウィーク明けてから、青函トンネルの下のところまでケーブルカーで降りることができるような、そんなこともできますので、行ってみるといいかもしれないです。私はこの体験行動をちゃんと乗りましたし、過去、えー、過去には JR 北海道の列車で、 えっと、タッピ海底、あと、吉岡海底と、二つ駅がありまして、で、そこのところに降りることができるこ、まあ、そういう切符を出してたんですけども、それ両方とも乗ったことがあります。で、折り返しの列車に乗って、また青森の方へ戻っていきます。で、ディーゼルカーですので、で、はっきり言って非力です。ですので、全然、 加速感もあんまりないですしで、スピードも大して出ない状態で、まあ、カタン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 と走っていくという感じですので、まあ、昼寝にはちょうどいいような、そんな感じです。で、カニタからもこの列車が行きますので,で、多少混雑しながら青森へと向かっていきます。 これが先ほど言った津軽二股駅で奥側のところがこの奥津軽今別駅ということで徒歩で連絡することができるようになっていますま。津軽平野は本当に何にもないようなところですので、あの風が吹くとビュー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 ともう大変だなというふうに思います。この辺りまで来るともう青森は近いような場所です。 ですので、こういう暴風の柵があったりしますね。で、ちょうど帰り青森に着くあたりで、あの、観光列車の四季島号かなが、うん、ちょうど入ってくるのが見ることができましたので、これ何本か撮っていました。で、帰ってきたところでちょうど入線してきましたので、これを撮影したという、まあそんな感じになります。で、ここから先は、あの、帰りの 三沢から羽田の瓶の中で紹介をしていきたいと思います。はい。じゃあ、ここまでとなります。ご清聴ありがとうございました。